すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、いやー夏本番も始まってんなってことでこちら来ちゃいました。どうも JR 小岩駅から徒歩15分ぐらいのところにあります江戸川ヌードル悪大館さんにお邪魔しても、悪大館という名に恥じないなかなか悪な山賊揚げが乗ったラーメンを出しているお店ってことで、ずっと前からねたくさんリクエストもいただいてたお店だったので早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ江戸川ヌードル悪大館さん、ボタンが大胆に配置されたショーケースです。今回は特ヌードルをチョイスさせていただきます。さらにご飯もプッシュさせていただきます。そしてニンニクを入れるか聞かれたのでもちろん入れてもらいましたよ。ニャース出るだろうなと思って待っていると、来ました。こちらが江戸川ヌードル悪大館さんの特ヌードルニンニクありとご飯です。ほいほい、山賊揚げがドカッと盛られ、もうインパクトでかすぎやしませんか。その上にかかったタルタルソースも絶対美味しいやつでしょう。スープも濃厚そうなビジュアルでこりゃすすりがいありますよ。それではご飯も到着したところでいただきます。まずは一切れでこのボリュームの鶏肉をカラッと揚げた山賊揚げからいただいちゃいましょう。ふえ、外の衣はカリッと、中のお肉はジューシーで、自家製のタルタルソースも程よい甘さがあって、お肉と相乗効果で美味しくなりますね。チキン南蛮のような味わいで、こりゃご飯マストだわ。キャベツやもやしなどの野菜たちを間に挟むと、もはや定食ですよ。さあどんどん食らって、お次はチャーシューをいただいちゃいましょう。良いではないか。良いではないか。いけませぬ、お大官様。良いではないか。思考よれ、思考。いけません、お大官様。あれー、ごめんね。お次はチャーシューをいただいちゃいましょう。はいはい、山賊揚げとはまた違った肉の旨味でアピールしてきて、これは贅沢。そしてスープを吸ったメンマや野菜を食らって、いよいよ麺の登場ということで、中太の麺を早速すすってみると、なかなかの小麦香り系の麺は歯ごたえやもちもちでナイスっす。そしてスープはそれほど濃厚さはなく、案外すすりやすくて、ドカッと系の山賊揚げとバランスが考えられてるんですかね。続いては山賊揚げをご飯の上に移してオリジナルミニ丼作っちゃいました。さあいただいてみると、バイキング、サクッとした衣もいいけど、スープに使って少しふやっとした衣もいいですよね。ではまた麺すすって、オリジナル丼食らってってってしたら、やっぱりなかなかのヘビーパンチャーですね。親の説教と特ヌードルは後から聞いてくるって言いますもんね。ってことで一旦味玉をパクリ。結構なトロトロ味玉は癒しです。はい、残りも食らって、どんどん食らって最後だ。でスースル。はい、完食。なかなかヘビーで食べ応えがあり、インパクト抜群の一杯でした。それではガッツレ。はい、ごちそうさまでした。いやー悪大館さんに行ってきたんですけれども、超ヘビーでしたね。まあ散らかってるっちゃ散らかってるんですけど、まあでもここは悪くないかなと思いましたね。まずはやっぱりあの一番目を引く山賊揚げですね。表面はさっくり、中はジューシーで、ご飯と一緒に食べるとやっぱりより一層美味しいですよね。麺は中太ストレートで、小麦の味がしっかりと出ていて美味しかったですね。あと店員さんもおっしゃってたんですけど、空調が効きづらい店内らしくて、結構店内暑いので伺う際はお気をつけください。それではスズルの公式キャッチフレーズ、江戸川ヌードル悪大館さん、スズルへの賄賂しかと受け取ったわ。はい。